私が天下御免の歌舞伎者、前田敬二。小旅の題目は畠山重忠の乱と牧師の乱の謎解説。大河ドラマ、鎌倉の13人をより楽しんでもらうための解説動画と相なっておる。では、お題はこちらでござると。順次案内をしてまいる。なぜ畠山は撃たれることに牧の方、陸、時政の狙いとは周りの反応はどうであったか 歴史の勝者による描きたかった真実とは、その後についてと。多くはこれらを学ぶことができます。ではまずはこちら。東鏡が作った理想のもののふ、畠山の真実。時系列に沿って解説をしていく上に、こちらから聞いてもらおう。源の頼家様、そしてその嫡男一万様が亡くなった後、 源氏将軍家の世継ぎは、北条氏が囲う源の佐根様となった。三代将軍となると、後見には北条時政様である。そして、北条氏が鎌倉幕府の実権を掌握した。ついで、北条家が狙ったのが、武蔵の国であった。ドラマでも、武蔵の神と名乗っておった。では、武蔵の国をどうやって掌握するのか。ここには、 畠山茂忠がござった。畠山茂忠は武蔵の国の中でも有数のもののくの集団。秩父党を率いる存在で鎌倉武士の鏡と言われておる。絶大な人気を誇るそんな畠山茂忠をどう倒すかが大事となってくると。実際に歴史書、あず鏡では畠山茂忠を別格の存在として美化して描いておる。例えば、 欧州聖伐の論功交渉の折。本来ならば功績を挙げたのは、茂忠であったが、和田義盛様が一番の功績は自分だと譲らなかったと言った。そこで義盛様に恩賞を与えるよう、茂忠は自ら身を引いたという。その姿勢に感銘を受けた源頼朝様は、義盛にも茂忠、両者に恩賞を与えたと。 書き残っておる。他にも多くのエピソードなるものがござるが、これは、あず鏡、北条家の歴史書に書かれたことでござって、なんと、都は京都の方で描かれた畠山重忠は、非常に暴力的で、不気味な存在として描かれておる。この食い違い、覚えておいてほしい。一番最後に解決いたすで。では、そんな優秀なものの符、重忠を、 打つべく陰謀を企てた時政とその時政を今度は追い落とすことになるその子北条義時様の行動について続いてこちら重忠追悼で北条不死に亀裂が入るこちらの事件1204年11月の頃京の都平賀智政の館で開かれた宴会にて智政と 畠山茂忠の嫡男、茂康が抗論、喧嘩となった。平賀智政は、時政様とその後の妻、牧の方との間に生まれた娘の夫である。ドラマでは都への連絡役を務めておる。この平賀家というのは、源氏一門の中でも高い位にある名門の一族である。そんな名門ゆえに、 畠山と喧嘩したことをどうにも収まることができなかったということで義理の母である牧の方に相談すると牧の方がなぜか怒り浸透もうことの本端ここなんじゃけどもこれを夫時政に相談すると時政なぜかよし畠山不死を 中殺しようと決める。時政しっかりしてくれって。そして事件は1205年4月、北条時政様の招集を受け、稲毛茂成ら御家人たちが鎌倉入りした。稲毛茂成は畠山茂忠同様、時政の娘が妻であり、なんと茂忠といとこである。身内争いに発展するということじゃ。6月に入ると時政は 義時様、時草様ら、息子たちに、畠山重忠追悼の計画を打ち明ける。この2ヶ月間怪しいけどな、実際。ところが、アズ鏡によると、義時様は、畠山重忠は、忠誠の熱い者ののであるゆえ、いかに、謀反を企てておるであろうか。警察に中殺すれば、きっと後悔いたしますぞ、父上。と、時キ様を止めようとしておった。 時政は何も返答することなく席を立ってしまったと記述が残っておると。まあ、これはもう図星じゃな。<laughs> そして、帰宅した義時を追って、牧の方の兄上、大岡、時近様が、義時様の館を訪れ、時近様は、牧の方からのことづけを伝える。それは、重忠の謀反は明らかである。にもかかわらず、それを信用しないのは、 私があなたの警護ゆえに賛成しないのであろうかといったものであった。ここまで言われてしまうと、義時様も賛同しないわけにはいかないということで、畠山茂忠追悼に参陣することとなる。まあこれ、考えてみれば、稲毛茂成なんかの周りのご家人たちがたくさん徴用できたんじゃけども、義時様いないと踏み入ることができなかったというふうにも考えられる。怪しい。 そして、22日早朝、無本人追悼を行うということで、将軍、サネ様の命に、畠山、重康が、鶴岡八幡宮方面に向かったところ、時政様たちの手の者に囲まれ、たちまちに打ち取られた。一方、父、重忠は、同じ父、父島の物のノ稲毛、重成らから、無本人の追悼があるため、すぐに、 鎌倉へ来るる。よううにという一歩を受ける嘘じゃな。これ辛いの、いとこにな。無法におるから来てくれって言ったらまさかの畠山がその扱いであると。そして昼、二股川付近に差し掛かるところまでやってきて。茂忠の軍勢はそこで鎌倉からやって参った義時様の大軍勢に遭遇。 まさか、義時様の軍勢が自分を討伐してくるとは思ってもみなかったであろう。茂忠様の軍勢はわずか134機。対する義時様が率いた追悼軍は、足利、小山、足立、八田、宇都宮、川越といった早々たる者の符が勢揃い。しかしながら、茂忠様を撃つのに4時間以上もかかったと残っている。義時様は、茂忠様を撃つと、鎌倉へ戻り、時政様に、 重忠の軍勢は少なかった。無本の桑わては嘘に違いないと詰め寄り。重忠様のもののふとなれば、最低でも300機、500機を動員できると考えられる。それが134機しかいなかったというのが問題でござる。重忠様が無本をくたて,ていなかったことは、御家人たちも気づいておったと。おそらくこれが時政様の陰謀であるという見解が広がり。その後は時ま様はこの疑いを晴らすために、 口封じとして、稲毛茂成ら、まさかの娘婿、これを手をかけると。二人かけとるからな。畠山茂太らと稲毛茂成、とんでもない。そして、共に秩父と武蔵の国を牛耳る者の府であったということで、武蔵の国を手にしようとしたというわけじゃな。やがて、時政、牧の方と義時、雅子様の対立が表面化していくことになる。 それがこちら。時政。牧の方の陰謀と、義時の陰謀対決。その後、牧の方は、娘婿の平賀友政を、四代将軍にすべく、実朝様の追い落としを格索。時政は、五歳である牧の方の言いなり。これを実行に移そうとする。しかし、義時様と政子様は、牧の方とは相入れず、義時様は、 時政様の館を襲撃、実朝様を奪還し、自らの館へ移す。これにより、義時様は時政様に代わり、執権として実権を握る。これが世で有名な、キ氏の乱というやつじゃ。時政、キの方による将軍員奪還の陰謀は、おそらく義時様が時政様らを追い落とすために流した 嘘であったろうと考えられる。畑山たちを倒した父、時政のお株を奪う陰謀によって、時政様を失脚させ、実朝様を確保することができた。そしてその後、時政様は出家させられ、鎌倉追放、伊豆の所領に押し込められ、二度と祭り事の場に復帰することはなく、十年後、病にてこの世を去られた。そして、牧の方は、京へ帰り、 非常に裕福な暮らしをしたとされる。そして、義時様はどうなったか追放後、義時様は、エマの姓を捨て、北条姓を名乗ることになる。北条義時の完成じゃ。義時様は鎌倉幕府の実権を握るため、実の父を追放した。これは、当時といたしては、父殺し、主君殺しに近しいということで、ご法度である。それを正当化する必要性があったゆえに、畠山重忠を、鎌倉武士の、 物の不の鏡と別格の美化された人物として、東ま鏡に記したということなんじゃ。そんな畠山重忠を追放中殺した時政は、やられても仕方がないと。そういった真実が、ここには描かれておるということなんじゃ。皆の衆、いかがであったか。歴史の勝者がうまい具合に書き換えてくるのが、この 畠山重忠の蘭と牧野蘭というところじゃドラマでどう描かれるか楽しみでござるではまたおう YouTube おむすチャンネル登録をいたせ